안녕잘있었어나오르겐솔가이따보자おはようございますおはようございます안녕하십니까最近なんか、はい、ちょっとナチュラルになってきたでしょ韓国人ですねまだまだですけど久しぶりですねここは今どこですか今、羽田空港国際線でございますなんでですか、まさかのまさかの第2弾ありがとうございます本当に本当にありがとうございますすごい人気者ですね皆さんのおかげです本当にありがとうございます本当にまさかねこの短い期間でねそうですねおかわりが来るとはおかわりですねおかわりやちごえよどこ行くんですかえ今日は今日は、はい羽田から、金浦空港金浦はい金浦初めてですね初めてなんか結構もう慣れてるみたいで、うん、前回みたいなそういうワクワク感がないんじゃないですかいや意外と抑えてるだけですなんか常連さんみたいな今常連さんみたいに来ましたけど普通に何も問題なく何も問題なくスッといやただやっぱドキドキしましたよだって羽田空港は使ったことあるけどその国際線初めてだから、はい、駅降りた瞬間から、うん、あやばいもう分かんないみたいなやっぱ近いからいいですよねそう成田はちょっとねそうですね遠いし遠いから、うん、いやでもねやっぱドキドキしますよそれはただ奥に会った時は普通にはいみたいなそれでいいことがありましたよなんですか赤木さんのファンも増えたしでもありがとうございます、はい、私のチャンネルなのね、本当そうよこれオックの番組ですからね本当にいや本当にいや本当よゲストがメインなのチャンネルなのでいやいや本当にもう皆さんの反応がねそれでなんか週2回ぐらい韓国語の先生見つけて勉強してるらしいですよねいやもう必死ですよいや楽しみですね来年のためにねそうですねまた来年面白いことおめでとうございます何ですか何かさっきからの小出しで小出しでこう出てくる感じなんですけど何また1月に行く旅行も決まりましたね1月うんチェジュチェジュチェジュ行くんじゃないですかチェジュチェジュ島一番下にある島ですね韓国でチェジュ島チェジュアイランドアイランドそんなアイランドがあるんですかありますありますそこで、うん、視聴者の方が、はい、経費全部出してくれるから、うん、来てくださいっていうことですごい赤木さんとまた1月に行くことになりましたこれもう決定でいいんですか決定ですありがとうございますありがとうございますすごい、ね、私がその方に普通の旅行はあんまり好きじゃないから、はいはい、どんどん吐き仕事やらせてくださいそれは何エスカレートしていくってことねどんどん赤木さんが全部やりますって私は撮影して赤木が全部やりますみたいな番組でしょこれだって何でも脳が言っちゃダメなんでしょそれ面白いね赤木全部やりますみたいなやりますの旅そうそうそう今回も体張りますみたいな一生懸命寄ってくんだんですけど、うん、はいなんかやっぱ無理ですね無理、うん、予定通りは無理ですねいやそれがやっぱ奥の良さでもあるしほら見てる方の楽しみでもあるんじゃないですか奥そういかないよねみたいな全部自由で行きましょうそうそうだからもう今日も、なんだ聞いてないもんねその、うん、まあざっくりはこう、うん、ここ言ったんですけど全部それ変わっちゃったから嘘え嘘一昨日聞いたのにそれでも皆さん一昨日僕一昨日聞いたんですからね全部なのに変わったのそうなんですよ仕方なく KTX とか、うん、新幹線とかあるんですけど韓国で、はい、予約するのが難しくて面倒くさいと思ってそういうとこね僕そういうとこも好きなんでちょっと面倒くさいやみたいな面倒くさい面倒くさい、うん、いやいいなんとかなるだろうなんとかなるだろうそうですね自分もそういう性格だから、ね、OK 全然 OK ようやくしません今もうしませんの今日の夜今日の夜はい
視聴者たちと集まりがあります、はい、もうそれも僕、まあ、ざっくりそういう集まりやるよみたいな感じで聞いたんですけど、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。本当にだ、な、何を、だ僕、何やればいい、まあ楽しみましょう。だもう交流会ですよね。そうですね、もう本当に、まあ、そこに来た方たちもその中でなんか楽しく、ね、交流ができれば。そうそうそう、今日はソウルで会って、はい、明日は釜山なので体力だけちょっと、じゃあもうちゃんと走り込んできたんで大丈夫そういう問題じゃないそしてすごく向こう寒いらしいんですよ。だから今回ね、いっぱいやっぱ着てきましたよね。やっぱり想像つかない。大丈夫ですか、でも僕の体調が。私ちょっと風邪で今日朝ちょっとびっくりしましたやばっと思います。多分大丈夫だと思いますけど。大丈夫、けんちゃないよ、けんちゃないよ、けんちゃないよ。だからまあここからようやくスタートしますから。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんも感じだけちょっと気をつけてじゃあ行ってきます。いいですか、じゃあ、はい、韓国もなんか自己紹介お願いします。じゃあ、急に言われるといいです飛行機満席で離れて座っていくので、うん、あ、そうか、寂しいかもしれないですけど、そう、ゆっくり寝てください。じゃあ今回は機内食も出るのであんまり食べないように降りてすぐ食べるから、ね、今日すぐ降りて金浦空港は早いです。降りたらすぐ。そんなに、うん、家みたいなもんですそう、そうさっきから家みたいなやつって言ったとはすぐあるすぐ OK、はい、まあ、よろしくお願いします。その違いもちょっと僕は前が院長なんだよね。そうです、今回その違いもちょっと楽しみです。金浦を経験してみてください。ちっちゃいんですよ金浦は。でも楽です。まあ、だからその違いをね、ちょっと、そうですね、楽しみながら。もうちょっと慣れすぎちゃって、うん、ドキドキしてないですよ。してるし、言っていい、結構してます。いや、言うて、いや、もう常連だね言っていいですか、海外2回目ですかあ、そうだ、それが全部韓国というか。そう、2回目も韓国っていう、にカムサム2度です。こちらこそ、ありがとうございます。全く何も用意してないですけど、自由旅行で。それが一番いい。だってもうほら、そういう旅がいいわけでしょ。だって皆さん見てる人も男二人がなんか振動しながら旅するっていう。そして食べ物についてあんまり詳しく知らないので知りたかったらネットで検索してください先に伝えとくわけね、ここでも。そうしよう、もし私間違ったらコメントで直してください、うん、そう、はい、行ってきましょう。じゃあ行ってきます。これなんか古い言うな古くないわ。え、まあ、古いのか。でも10年ぐらい、うん、なんか全然違う。ありますよもちろん。これ有名な人。久しぶりですね。なうん、セジョンではハングル作った人です。あ、文字を作った人だ。そうです。なんかあれでしょ、分かりやすいように。そうです、そうです。庶民の方がこう、そうです、そうです、勉強しやすいようにっていうのは、うん、勉強しました、ね、そうです。あの韓国語勉強するときに。あ、そうです。なるほど。だからある程度勉強すると組み合わせなんですよね。そうだよね、うん、ちょっと皆さん楽しみにしてください僕がよち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 韓国語ですけど、まだ羽田から初めてですね。機内食だけ調整してくださいね。機内食は取らないでしょ。だって取れないもんね機内食。じゃあ食べませんいや軽く食べてください飲んでもいいですよ。飲んだ方がテンションが上がって楽しみたい。いやほら、もう皆さんもうこれを見る頃にはまあ、ね、見てらっしゃると思いますけどね。僕酔っ払ってました、ね、いやこちこち。日本は天気悪いですね。天気悪いね。あっち本当に寒いんだよね。そうですね、私何も知らないですね。寒いのかな。今日の日本は暖かい。そうです、そんなに寒い、うん、最近暖かいですよね。最後締めの言葉言おうか。あれ、ね、なんだっけ、いたばじゃあ皆さんと何やろぶやろぶやろぶ、何だっけ、あれどうすこのまま乗せますよダメよ、恥ずかしい。ダメって着いて20分経ってるのに2回迷子になりました。なんで乗る行
これすごいね、でもあれ優しいね、あれ、あの懐かしい甘い匂いがする、そうそうそう、